よっす、よっす。ちょっとまあ今ちょっと休憩なんですけど、まあここね、中華料理屋京華亭で、まあ、あの、まあ、近くで現場に撮って、まあ、ここちょっと YouTube の撮影ができないんで、近くの現場ちょっと撮影、その、まあ、急遽、まあ、飯撮影に変えようかっていうことで、まあ、社長が昼に来るんで、まあ、ちょっと社長にあの、交渉してみます。給料、給料この時期だからこそ、給料上げてくれーっつって、上げてくれーっつって上げてくれると思うんです。あ、まあ、よくば上がるかも。いや、俺 100% 上げんと思う。まあ、この時期ってのもあるし、だけど、まあ、あわよくばね、まあ、上がればいいかなってっていうね。上がったらみんなラッキーだ。上がればラッキーだよね。上がったらもうドッキリですって言うのやめよう。そうそうそう、ね、社長が来るまでお待ちを。ジョイス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 今日昼飯っすね。ちょっとやりづらい、ここちょっとやりづらい、やりづらい、ちょっとやりづらい。まあ一応 OK、 撮影 OK いただいたんですけど、職人飯、職人飯、中華料理、はい、まあ、ちくさくだな。ちくさくですね。早速食べていきましょうか。はい、五目ラーメンとチャーハン、これ800円で、担々麺とチャーハン、これ800円。これ天津チャーハンとユーリッチ。何年 YouTube やってたんだよ。何年 YouTube やってたいただきますもん。社長、これやります。してねえよ。お疲れ様ですしか言ってないですよ。いや、今さっきいただきますって言ったじゃん。言ってない言ってない、絶対言ってない。早速食べていきましょうか。はい、動画見たりしたら分かるけど、もし行ったとしたらそうカットしちゃう。いただきます。いただきます。そう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 、それで今いただきますって言った瞬間、あ、じゃあ俺はこれだね。あ、そう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 。なんかめちゃくちゃ俺もみたいやん。なんか俺もって気がする。今日は何の話？いや、特にないですね。じゃあお前が、はい、TikTok の女の子、あ、じゃあ、あの、なんかインスタの女の子食い漁ってる話しようか。あの俺、あの、防水の子から見てメッセージだけど、防水？あ、なんか防水、うちのだってあれだろ、なんか前なんかいきなり電話したじゃん、はい、さっき前、あの、はい、で、あれでいきなりなんかもして、なんか YouTube に出させてもらいます、飲もうのとか言ってなんか、俺そうだ、もう納豆な、そういうふうに。俺なんかさ、ちょっとインスタ見て、こいつが俺をフォローしてきて、なんか社長のファンですとか言ってたもんね、そこをフォローしたと思って、俺結構多いよと、メッセージを送ってもらう。あれだよ。俺思った自分が、俺もクズだわ。メッセージ5分返してるもんな俺。だけど俺みんなに返しようかな、ちゃんとインスタ。皆さんインスタフォローしてくれたら結構メッ、俺絶対ほら男のやつでも全部返しとる。もう返してますよ。僕一回でも人生相談乗ったことある。女の子だろう。いや男の子。嘘つくな。お前中学校3年生。足の匂い嗅いだよ。足の匂い、足の匂い嗅がしてって人だろ。それ言ったら嗅げたよ。まあまあやばい。いいじゃないですか。ぜひ見てたら、うちの YouTube 出てくださいね。結構大変ですよね今日。この現場。いや結構大変ですよ。大変？はい。でも結構えぐくないって見た感じ。そうでもないの？三面だろあれ。いや三面めちゃくちゃ狭いですよね。僕が通れるか通れんかぐらい。ああ、まあそのまま。でも今日一日だろ。いや、そっからバラしちゃう。そっからちょっとバラしてから。嘘つくなって、動画っぽく言うなって。やばいです、マジ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 。はい。どういうの？ショーのところっていうか、トヨタ。あ、今は何乗ったでしょ？そうか。ショーがでかいところに来るもんね。うん。3階建てのバラしも。ああ、ほんと。やっぱ儲かるっすよね、社長。こんだけ、こんだけ竹原とか言ってくれると儲かるっすよね。何で言ったんすね。今日もエグギョーバラ。YouTube っぽくないんだけど。他の吉村さんとかあったら、やっぱ、なんていうんですか、うん、今日のこの現場とかあったら、もう大体1軒とかで終わりじゃないですか、まあ、えぐいもんで。大体3階建ていく人のところは1軒終わり多いもん。そうですよね。いや、もうこれから段取り変わるんだろ。ショーと2人でやってんだろ。はい、これからこいつが職長になりますんで、マッチョが。お前、はい、何やるの？とりあえずやめて、インスタあたりします。お前じゃ成功できない。まあ、最近になってやっぱもうこの時期もあるじゃないですか、うん、まあ、ほんとまあちらっとまあその給料の話とかなんかするんですよ、ちょっと、うん、なんか他の足早さんとかと、うん、でも社長どうですか、その僕らの今の給料とか、うん、決めてるじゃないですか、うん、その今この時期だからってのもあるんですよ、うん、考えてるんです、今年は給料上げるのとか。何の話をしてるの？だからもうだってその時期じゃないですよ、8月じゃないですか、確かに、ね、今そんな話はもういいやん。カメラ回っとる。いやいや、ちょっとなんかちょっと聞いてみたいです。まあ、足場職人の昼飯だもんで、うん、あ、金が気になるんですね。開けるのか開けないのかなと思ってて、こういうだけは無理やねん、分からんけど、みんな厳しいんじゃないかな。なんか分からんけど、まあ、一番厳しい
バレないじゃん。でもまあ単価は下がっとるだろ。まあだけど利益は出とる。あれよね、まあ、はい、利益は儲けじゃないから、利益は利益だ。ちなみにうちは、まあ、給料の話になったで、まあ、これ使ってもらえるかな、お前が言った話を使ってもらえるんだったら給料プラス伸ばせやったから、まあ、全部が全部残業つけれんもん伸ばせやって言うんで、その代わり3時に帰ってもドバテやつもんな。そうですね、出勤日数分で出るんだよな、ドバテやってっていう。で今社会保険もあるんだな。で交通費もあるだろ、通勤手当つくんだろ、まあ車出して。ざけんな、はい、歩きでこい。歩いたらもう多分仕事できんっすね。1軒しかも。ローラースケート買ったろ。ガス代全部でもキロいくらで作ったから、家から距離測る毎日で、高速代も出るだろ、通勤の。やる子は今プラスボーナスだろ。ボーナス多い時だって年5回あったろ。まあそれはなんか目標達成の目標達成で4ヶ月いったら変わる。普通のボーナスと合わせると全部で5回。5回あったよな。こんないい会社ないのにまだ金の話しちゃうの。いやなんか何金の話。最近、うん、やっぱ前みたいにまあ30日とかまあ忙しくないもんで、うん、まあ、出勤日数も減るじゃないですか、減っとるじゃないですか、まあ、1日2日休んだりとかするじゃないですか、月、うん、日曜日以外、うん、なんでやっぱうん、もうちょっとやっぱ金欲しいって欲しいですね。やっぱ遊ぶ時間がちょっと増えちゃったもんで。そうだ、うん、金欲しい。じゃあ給料をちょっと上げて欲しいなと思って。どういうこと？なんか遊ぶ時間が増えたんで、やっぱ日曜日以外にやっぱ平日も休むじゃないですか。そうするとやっぱみんなで飲みに行く回数が、まあ今週と先週で言ったらまあ1日ずつ平日休んでるんですよみんな。でもそうなるとやっぱ前日みんなで飲みに行ったりするんですよ。もともとだね。いやだでも休みが増えたんでやっぱりその分遊ぶ日にちが増えたんで、やっぱちょっと給料もなんか上げてもらえたり。そうお前も言ってる。そうみんなからも、みんなから、下からも、うん。いくら上げてほしいの？まあ、そのドバテアで別で2万8000円欲しい。僕っすか、 っすか、まあ、それぐらいもらえたらみんな嬉しいだろうな。そうだよ。まあ、まあ、1日週一回ちょっと動画撮ってボコボコに殴っていい？リアルで。それは仕事が減って苦しいのもあると思うんだけど。はい。あ、本当だ。コロナの時期で。日数減るなよ。会社なんか毎月赤字なんだ。光っとるで。はい。イライラしてちょっと汗かいてきたわ。給料上げてほしいと思う。なみんなで話しちゃおう。話しちゃおう。前のミーティングでその話やけど。はい。まあ、なんか出るよ。まあ、寝てん中じゃなかったら、めちゃしようぜ。ちょうどよかったって寝てん中。じゃあ一つ聞くけど、はい、まあ、お前らの自分たち仕事も取ってきてるじゃん。はい。まあ、利益も運動かもしれんけど、はい、じゃコロナになる前と ならん前どっちが儲かっとるの？利益で出るの？利益で出るのはやっぱコロナの前ですけど、だけど、まあ、コロナの今の時期だからっていうのもあるんじゃないですか。俺ら一生懸命やったらお前らちょっとずつ上げてたっとるんじゃないの、はい、会社が利益で大きくなれば給料上げたっとるんじゃないの、はい、でコロナでお前暇だからもっと遊びたいから金よこせって。それどういうこと？いや、なんかまあ他の会社とも聞いたんですけど、聞いたらなんか他の会社なんかもう給料上げてもらったって言ってました。嘘つくな。いや、マジで。そんな会社あるわけね。お前らがもうたわけのこと言うもんね。お前、ラーメン伸びてまって。伸びて。畑弁償しろよ。畑弁償しろよ、給料上げたら。あ、俺だ。全然弁償しろよ。何これ？これですか？いたずら？なんか意味よ、お前。いや、ドッキリっすね。なんだこれ、ちょっとドッキリやってるよ。いや、でもドッキリだけに、ドッキリ。ちょっとした本でも入ってます。あわよくば、まあ、もし上げてくれやいいなと思って。リーチ、一つだろ。明日から混んでいいじゃん。混僕、混んかったらみんな混んかもしれない。一つだろ。みんな混ん。いいよ。お客さんだけ自分でケツ浮いて、すいません、これから塗り替えどうしよう。足場班やめました。いいよ、足場次第売って、俺、金にするでいいよ。金にするでいい。まあまあ、金にできるで。俺、今日明日の金なんかどうでもいいで。今日明日の儲けよりも、楽しいやつ一緒に会社を起きすることが夢だ。楽しいっすね、なんか今日、ね、今日なんか楽しいっすね。僕は明日も来ていいですかね。楽しいっすね、めっちゃ世代いくらになる？世代いくらになるっすね。2K1 枚だと来ていいです。 2K1 枚、 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 2K
日給一万か。それに資材のボーナスとかあるもんね。まあそうですね、資材ボーナス。もうとりあえず一週間で。資材ボーナス。休み月に二三回ぐらい増えてきたんですよ。なんでまああわよくばちょっと給料上げてもらえたら。でも視聴者の皆さん聞いてよ、23、4でどうだろう。もっと出すぎない。これで25以上になるとみんな文句だろ。お前ら、ほんとフリやろ、2日ぐらいしかないやんて。これでお前23ぐらいになったら仕事少ねえ少ねえ。どんだけこの1日2日しか幅がねえんだよお前。クソだろ、てめえか。検証結果どうぞ。給料上がりませんでした。失敗でしたね。でも俺本当に思っとるのはぶっちゃけもう給料上げてくれ。上げてもいいから、あの責任を かぶれりゃ、はい、お前いいタイミングじゃん、責任者やるじゃん。お前がそれうまくいって南瀬港お前らで全部回ってきゃ、はい、それは必然的になる。あ、そう、職人募集してんの？募集します。できる子？はい、できる子。トラック乗れて、トラック乗れて経験年数もう 2,3 年で、まあその別にバリバリできなくてもいいんですけど、うん、まあ、やっぱ競り上げとかまあそういうのがまあできる子、うん、まあ、特にまあトラック乗れて経験ある子が欲しいです。海よりまだバラシ行ける子だったらね。そうですね、バラバラバラでもいい。1日バラ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 とかトラック。でもうちはもう化石さえもないから4トン半だよな。ないですね、4トン半あのちっちゃいボディで4トン半っていうの使ってるから。で量もあるな、部屋も用意してあげられるし、部屋も用意してあげる、家賃は取るよね。はい、できる子はね、今暇だったらぜひ来て、はい、体験入学でもいいじゃん。1週間2週間体験入学したい、でよかったら働きたいでもいいもんね。結構厳しい仕打ちは、まあ、本当にさっき最初の方に言ったように、まあバラバラとか当たり前だし、組バラ、はい、大体3人セットぐらい、3人で、まあ、かけバラ、日本人1人のベトナム人2人みたいな、来た2人みたいな、まあ、孤独は孤独っすよ、大体基礎の仕事中はやっぱ、うん、日本人1人だもんね。だけどみんな仲いいじゃん、うちは仲いいっす。これはもう、もう儲かるも儲からないけど、まあ、まずいじめするやつとかそういうやつはすぐ気になるので、はい、できてください。はい、まだ見てね。